皆さんこんにちは、日本語教師のしゅんです。はい、今日もキャンプに行きます。はい、今日は、富士山まで行きますよ。そうだから昨日大阪からケイトと地元に帰ってきて、はい、今日朝5時ぐらいから今富士山に向かっています。今日は他の友達3人と一緒にキャンプに行くんですけど、一人は東京から来るので、まず新富士駅まで友達を迎えに行って、一緒にスーパーでバーベキューの買い物をして、キャンプの買い物をして、行きます。なんかその場所はふもとっぱらという場所で、なんかすごく富士山が綺麗に見えるみたいなので楽しみですね。うん、今日天気がいいので多分綺麗に富士山が見れると思います。なんか前に河口湖に行った時は本当に富士山のところだけ雲があったので見れなかったんですけど、そうね、今日は見れるといいですね。はい、いや楽しみだね。今日も楽しみだね。そう、じゃあ今からちょっと行って、はい、キャンプの食べ物をたくさん買いに行きます。行きましょう。レッツゴー。はい、スーパーで今キャンプの食材を買っています。どうせカップラーメン3つぐらい食うよ。4つね。結構って相当買ったよね。朝から肉いけるよ。すげえな。これ唐揚げするわ。唐揚げ？唐揚げいいね。ちっちゃい油でいいんじゃない？ちっちゃいやつ。うん。キャンプをしている人がたくさんいますよ。すごい寒いですね。はい、なんか今日はめっちゃ寒くなるみたいなので、はい、たくさん服を着て暖かくして、はい、楽しみたいですね。すごいな、めっちゃ綺麗。もう本当に富士山が目の前にありますよ。天気もいいので最高ですね。はい、うわーすごい。今日は楽しみたいと思います。今からちょっと準備をしますね。はい、皆さん、今キャンプを立てることができました。でも風がめっちゃ強い。はい、めっちゃ強いので、そう、テントが吹き飛ばされてちょっと大変でしたよ。うん、なんかここのキャンプ場はなんか風がすごくいつも強くて、そう、テントがすごい大きいテントなので大変でした。はい、でもできました。うん、もう景色が最高です。富士山ですよ、後ろに。ここでキャンプができるのは最高ですね。ちょっと今から写真撮ります。みんなで撮る写真撮ろう。いくよ。はい、チーズ。いいね、いいね、いいね、いいね。じゃあ乾杯しましょうか。今日、そうだから風が強いので外でご飯を食べることが、ね、できないんですけど、
まあテントの中が広いので、そう今日はテントの中でいろいろ作っていきます。でもこのテントの中から富士山が見えるんですよ。最高。ちょっと待って見て。見えるかな？危ない危ない。見えるかな？見えますか？これテントの中から富士山。悪い悪い悪い。どうした？当たった？そう。ちょっと閉じたらごめんね。はい。いやいいね、楽しいね、最高ですね。富士山がさ、山がさ、もう一回綺麗の時にね、綺麗にもう一回撮ろう。そうだね、とかね、今ちょっと雲がかかってるからね。ぶつかった。じゃあ乾杯しよう。乾杯しよう。乾杯乾杯乾杯。お疲れ。いやー、美味しい。冷たいね。うますぎ。うまいね。やべえね。うまいうまいうまい。じゃあ今からいろいろな料理を作って、はい、いろいろ食べたいと思います。楽しもう。今日のお肉はこれです。今からオーストラリア産のビーフ。うまそう。うん、美味しそう。もうお腹が空いたので簡単に焼けるお肉を焼いていきます。うまそう、美味しそう。はい、昼の分最高ですね。はい、今何時？昼12時ぐらい。12時40分で、ね、今はすごい美味しいね。最高ですね。最高。デリシャス。デリシャス、最高。美味しいわ。いやー、やっぱり朝早くから来るのがいいね。うん、そう。おい、おいしい？そう、うまい？最高。最高？最高。ね。いやでも風がめっちゃ強い。うん。風が強いからね。なんか周りのテントもうめっちゃ吹っ飛ばされてて。ボケるぞ。本当に風が強い。このテントもちょっと心配だからね。うん。たくさん飲みましたか？なんて言った？シャベラーモ。暗くなりましたね。いやでもちょっと暖房があるので、はい、暖かいですね。ずっと食べて飲んでますね今。もうめっちゃ酔っ払ってる。めっちゃ酔っ払ってます、友達。デリシャス。今6時ぐらいかな。はい、ちょっと、あとで、また焚き火も、したいと思います。焚き火したいね。焚き火したいね。いいね。美味しいよ。美味しいね。美味しいの？何飲んでるの今。デリシャス。何を飲んでるの？レモンサワー。え？レモンサワー。レモンサワーね。これ大丈夫？うわ、美味しそう。今火鍋を作っています。さっきこのキャンプ場にはなんかこのキャンプ場にはシャワーがあって、シャワーを浴びることができるので、はい、温まることができましたよ。そう、さっきは雪が降っていたんですよ。もう雪降っとったよね。そう、雪が降っとって、めっちゃ寒い。うん、でも美味しそう。さあ食べましょうか。乾杯。乾杯。いや、焚き火いいですね。いいですね、ケイトさん。そうです。いや、めっちゃ寒いからいいですね。今日夜寝れるかな。みんな疲れてますね。おはようございます皆さん。おお、今は朝6時ぐらいですね。5時、6時ぐらい。めっちゃ寒いですね。テントのなんかちょっとテントが凍ってました。
でもめっちゃ綺麗です。富士山見えますか？朝の富士山本当に綺麗ですよ。はい、ちょっと昨日は多分飲みすぎましたね。まあでもあとは寒すぎましたから、いやーちょっと大変でしたけど、夜は思ったより寝られましたね。なんか毛布や寝袋もたくさん持ってきたので、はい、それは大丈夫でした。はい、でも綺麗、見て富士山、雲が全然なくて、はい、最高ですよね。本当今起きたばかりなので寒いですね。さあ今からちょっと朝ごはんとか作りたいと思います。はい、うわー綺麗、すごい綺麗。まだ朝ごはんを食べていないんですけど、そう他の友達がまだ寝ているのでまだ朝ごはんを作っていないんですけど、見てめっちゃ綺麗なので、ちょっと光で見えませんね。はい、いやでもいいですよ、なんか朝散歩してね。しょいいよね。寒い？寒いです。寒いよね。寒い、見てほら、だって車もほら寒いですよ。朝ごはん作ろう。朝ごはん。昨日まだたくさん余った肉を今焼いて朝ごはん作ってます。いいね。静かでいいですね。はい、皆さん今片付けが終わって今からキャンプ場を出ます。はい、いや楽しかったですね今日も。いやちょっと友達が酔っ払いすぎてましたけどねはい、楽しかったですよ。うん、ちょっとね、いやでもこのキャンプ場はまあシャワーもあって、うん、すごい綺麗なシャワーもあって、まあ天気が良かったから、はい、とても良かったですね。天気良かったね。そう、天気めっちゃ良かったからね。そう、富士山もすごく綺麗に見えて、いや最高でしたね。まあ、ちょっと夜が寒すぎました。本当に寒すぎました。でもまあなんとかなりましたね。なんとかなりましたね。だから、はい、まあ、また来たいですね。ここは、まあ、おすすめのキャンプ場の一つですね。はい、じゃあ今からちょっとまたいつも通り温泉に行ってそばを食べて帰ります。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあまたね、バイバイ。けどバイバイ。 Thank you for watching. If you like this video, please hit the subscribe button and leave the comment below. And there is a Reddit community talking about JapaneseLanguage learning. So if you think my content would be good for those, I would be so much appreciated. And for my podcast, not these videos, but for my podcast, I have transcript in my Patreon. So if you would like to listen and practice, you can click in the description and you can see my Patreon page. ありがとうございます。じゃあまたね。バイバイ。